マイケルホイは、香港の喜劇役者、映画監督、脚本家である。中国、関東生まれ、ホイご兄弟の長男として生まれる。弟は、スタンリーホイ、リッキーホイ、サミュエルホイ、妹は、ジュディホイ、ラツサ初院、香港ラサールスクールに学び、香港中文大学を卒業。香港を代表する俳優ブルース・リーとは、学年は違うが同窓であり、後に、 テレビ番組で共演したこともある。中学校教師や広告マンなどを経て、歌手として芸能界入りしていたマッテイ・サミュエルに誘われ、1968年に TVB の番組司会者としてデビュー。やがて、コントバラエティ番組、創生放棄でサミュエルとも共演し、巧みな話術で不動の人気を得た。1972年、リー・ハンシャン監督の映画、 大群抜の主役に抜擢されて、以降、活躍の場を映画に移していく。ゴールデンハーベストの出資を得て自ら脚本、監督、主演を務めた1970年代半ばからの一連の作品は、当地の工業記録を塗り替えるほどの大成功を収めた。1982年、新ミスターブー、アヒルの警備保障で、第1回香港電影金像を進む。 最優秀主演男優賞を受賞。アクションに偏り海外に押され、気味だった香港映画のあり方を変え、自国の映画産業の復興に貢献した。その後も多くの作品に、脚本、監督、出演などで携わる。1990年代からは出演作は減少したものの、香港映画界で活動を続けている。日本においても、ミスター・ブーシリーズはヒットし、 ゴールデン洋画劇場で日本語吹き替えを務めた広川大一郎の講演もあり、ブーことマイケルの知名度は高い。2005年にはそのテレビ吹き替え音声が収録された DVD の発売記念に来日し、広川との対面を果たした。2000年代以降は2004年の正月映画で自身の作品へのオマージュ作品、新世紀ミスターブー。 ホイ様神様仏様にノンクレジットで特別出演した。2006年にはジャッキー・チェン主演のプロジェクト・ BB に出演、キャノンボール以来26年ぶりにジャッキーと共演している。また、TVB で放送された一滴千金の第一シーズンの司会者として久しぶりに古巣 TVB のレギュラー番組に出演した。ホイ兄弟はよく三兄弟と勘違いされるが、 実はご兄弟である。芸能活動を行っているのは、マイケル、サミュエル、リッキーの3人だが、映画制作と、マネージメントで次男のスタンリー・ホイが参加している。長男が、マイケル、リッキーが3男、サミュエルが4男で、男が4人。末っ子に、妹のジュィがいて5人である。次男は裏方だが、ミスター・ブーでのラブホテル店員役や、 フロントページでの警察官役などで、こっそり出演もしている。男性4兄弟の名前は、上から順に元、冠文、元冠武氏、巨漢 A、巨漢結で、名前の最後の文字を並べると、文部英結という意味になる。ありがとうございます。